はい。あ？あ？はい。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 お待たせしました。お待たせしました。お待たせしましたってか、あれ、みやさんのとこは多分お待たせしたんだろうけど、私はさっき言ったばっかりだから、おーって言って、話あったのにねみたいな感じなんですよね。そう、あの、連絡を、あゆみちゃんにしてたら、連絡返ってこないから、うん、あれ大丈夫かなって思って見に行ったら、配信してて、うわ、配信中にめっちゃ連絡しちゃったと思って。そうそうそう、ごめんじゃったよ。いや、ちょっと新しいマスコットキャラが増えまして、ちょっと、はい、私事なんですけどね。はい、やっておりました。あと、マスコットキャラクター、そう、紹介、お披露目配信をね。してたんね。してたんです。なるほど、なるほど。皆さん、この間に、音声の方と、BGM の方と、はい、ちょっと、大丈夫か確認できましたでしょうか。バランス。声のバランスね、コラボの2人のバランス、はい、どっちがでかい、どっちがちっちゃいとか、うん、大丈夫かな。うん、耳すましてください。みやぞの声も、はじめちゃんの声も美しく聞こえておられますかしら。聞こえておりますでしょうか。オッケーオッケー、大丈夫そう、ありがとうございます。いい感じ、ありがとう。はいはい、というわけで、はじめちゃん、はい、どうぞご挨拶ください。はい、ありがとうございます。それでは、新年のご挨拶、あ、違いますね、自己紹介の挨拶をさせていただいて、本年も誠によろしくお願いします。よろしくお願いします。タンタララララララン、はい、ということで、トロロンということでですね、大正風シンデレラ系、秋葉原ご当地新米 VTuber のまさみちはげみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。秘密基地からこんにちは。秘密基地のあるじにあたる声優のみやぞうです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。いや、今日は三が日ということ、もう終わりの頃ということでね、お正月も終わりですな。お正月休みは終わりだ。終わりだ。現実に戻りな。厳しい。マフィアの姉さんのようだ。変えな。ボヤのちゃん変えな。だんだんもう終わりだから。もう。すべて終わりってわけ。おしまい。でもさ、去年も、はい、3日にね、はじめちゃんとコラボさせてもらって、去年もね、あの正月の終わりを告げたのは私たちだったのよ。そうなんですよ、覚えてますか皆さん。そう、ポケモンでね、ベーコンタワーバトルしてめちゃくちゃ腹痛くなるぐらい笑ったよね。そうそうそう。そう、めちゃめちゃね、そう、うん、あの時はすごいベーコンタワーバトル盛り上がったので、盛り上がった、うん、うんうんうん、そう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 、今年もね、なんか食べ物系でね。あ、そうそうそう、なんかそうそうそう、やっぱり美味しい企画がね、うんうん、やっぱりいいかなと。まあ私とかもよくやってるけれども、うんうんうん、やはり二人ともね、食べること好きだしね、食べるものを紹介するのも好きだしね。そうそうそう、お正月ってさ、まあお正月ならではの食べ物とかいろいろあるけどさ、はげみちゃんは、うん、個人ではおせち食べたりとか、お雑煮食べたりとか、その他何か正月ならではの何かみたいなのってあるのかな。なんかね、忙しすぎてですね、今年が、うんうんうん、もうね、お雑煮とかはまず作ってる暇がなくて、うんうんうん、ただおせちは買ったんですよ。ただ、うんうん、おせちを食べる時間もおそらくなかったので、悲しすぎる、うん、好きな、うん、おせちだけ買いました、ピンポでね。うん、あ、でも今そういうことできるよね。うん、そうなんです。まあ私はスーパーでね、ほいほいって買っただけなんですけど、うんうん、今回はあの伊達巻きと、うん、半額になってたローストビーフを買ってきました。大事、ローストビーフ大事。ローストビーフ、ローストビーフはテンション上がるからね。ね、うん、そう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 、半額じゃんって言って買ってきました。素晴らしい、いい運に恵まれてますね、やはり正月から。ちょっと、ああ、まあ、ですよ。
私は悪い方じゃんってね、別にね。じゃあ6つぐらいあったけど、半額のローストビーフ。そう、ローストビーフ、豚巻きで、過ごしました。お正月は。なるほど。うちはね、あれなんですよ。はい、おせち、お取り寄せのおせちを、お取り寄せるのが好きで。ああ、いいですね。うん、実は、もう夏頃から、はい。おー、もう楽しみにしてたんですね。その頃から選んで。いろんなの見て、どれにしようみたいなのを、見るのが夏頃の趣味ですね。わー、いいですね。毎年変わったの食べてるんですか？ということは。でもね、そのぐらい選んでるってこと。結構アレルギーで食べられないものが多いから、どうしても食べられるものが多いものに偏ってしまうから、はいはいはい。やはり、内容物がなるべくわかるような、なるほどね。ものになっちゃうんだよね。今年は、はい。肉おせちにしました。お、肉おせち。肉おせち、肉ばっか入ってるおせち。いやー、それは素晴らしいですね。まあそのね、最近多いですよね。そういうなんかその、うんうん、どれかに特化したおせちみたいな、海鮮おせちだとか。そう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 、中華でもあったし、そうそう、和風でもあったし、洋もあったし、うん、肉のでも。肉おせちでも実はなんか派閥みたいなのがあって、はいはいはい、すき焼き用のお肉が絶対ついてますみたいな、え、別で、うんうん、そういうのもある。いいな、めっちゃ面白い。やっぱお正月はすき焼きとかそういうなんか豪華な肉料理食べたいですよね。食べたい食べたい、うん、なんかせっかく年越したんだからみたいなね。そう、お祝いムードを楽しみたいですよね、食でも。そう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 、お祝いムードかつ、好きなもん食いてって思う。そう、やっぱりね、おしきせじゃなくて、自分が最高にテンションを上げられるものを、まあ1月、正月に食べて、もう1年頑張るぞっていう、いい機会にしたいですよね。そう、というわけで、我々考えました。はい、我々が作る、我々が最高にテンションが上がるおせちを一緒に作ろうと。お、はい、そうそうなんですよ、やっぱりね。うん、この二人でね、うん、このお正月に、まあでもやっぱり縛られちゃうじゃないですか、結局ね、売ってるものだと。そう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 、うん、いくらね、真に、うん、そう、私たちが好きなものは入れられない。だけど、はい、これ作ればねいいんだってことですよ、結局ね。そう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 、というわけで我々がまず何入れたいかっていうのをね、こう自ら選んで、はい、でこちらにですね、どれだどれだ、ウィンドウ、ウィンドウ、キャプチャー。あった。ウィンドウ、キャプチャー。あ、ハギミちゃんが隠れちゃった。ハギミちゃん。はぁ。ハギミちゃんの顔が。よいしょっと。よいしょ。はい、かわいい。はい、かわいい。はい、かわいい。よいしょ。はい、こういった形でですね、今、画面にちょっと出させていただいたんですけども、右側に励みチョイスの具材、はい、左側にみやぞうチョイスの具材がドカンと並んでいるのが見えると思うんですけど、見えると思うんですけど、これをこ、まあ理由をね説明しながら詰めていこうということでございます。うん、はい、そうですね、はい、よいしょよいしょ、そうですね、やっていきます。これは私が何ですかね、手動でやっていくんで、はい。あ、そう、これ、あれです。みやさんの、まあ、ペイントソフトの映像を、バシャミチチャンネルでは映させていただいております。みやさん、みやさんに作っていただくってこと。私は、こう、これこれこれっていうだけで、作りますね、みやさん。はい。というわけで、はい、まず、たけみちゃんさ、どれから、はい、どれマストで入れる？マストか。どれだろうな。
やっぱでも一番うちうちが大好きなものっていうのがありまして、うんうんうん、これね、お茶漬けなんですよ。お茶漬け、あ、これお茶漬け、もしかして左上の一番左上かな、そう、わさび乗ってるやつだよね。私、うな丼かと思ってうな丼って名前つけちゃったけど、あ、これはですね、あの、うな茶漬けですね。うなぎ茶漬け、あれ、お茶漬けも好きなんですけど、あの、静岡県の郷土料理に、まご茶丼っていう、まあ、いわゆる、なめろうのだし茶漬けみたいのがありまして、はい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 。私、それが一番、まあ、好きなんですよ。で、だからその、うん、そう、お魚かけるお茶漬けみたいな、お肉かけるお茶漬けも好きなんですけど、うん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 、そう、そういうのもすごい好きなので、でイラスト屋見てたら、この、うなぎ茶漬けがあったので、こちらを、うんうん、やっぱ、ちょっと、お祝いなんでね。はいはいはい、あの、うなぎは結構大事なので、これはまあ、マストで入れたいなと思っております。なるほど。おせちにお茶漬けって言われた。こういうもんだから。大丈夫。いいじゃん。今日はそういうことだから。そうそうそう。今日はそういう日なんで。今日はそういう日なんで。うん、はい。はい。じゃあ、私、入れましょう。私、はい、じゃあね、マストで入れたいのがどうしようかな、これ。マストで入れたいものしか持ってこなかったからな。あ、いや、あ、そうね。そうなんすよ。どうしようかな。私、割と縁起物もちょっと選んだな。うん。私ね、じゃあね。はい。これにしよっかな。絶対に。あった。はい。これです。マグロの寿司です。マグロ三貫寿司ってやつですか？本当はね、1貫のやつが欲しかったんだけど、あの、イラスト屋さんに見当たらなかったので、とりあえず、はいはいはい、マグロの寿司です。本マグロ寿司。本マグロ寿司。これ、もう本当、こんなこと、みんなにこんなのこと言いたくないんだけど、あの、本マグロのお寿司食べるたびに、はい、はあ、今死んでもいいや、っていうか今死にたいって思う。そのくらいマグロがお好きということですか？本マグロのね、お寿司が本当にね、お口の中でとろけてね、うん、なんか、いつまででもいてほしいのに一瞬でいなくなってしまうんだよ。それにね、あの、安いものじゃないですからね、一貫一貫。そうですよ。これをね、入れたい。簡単に死んでもいいって気持ちになりたい。なんかやっぱり普通のマグロと黒マグロっていうか本マグロはやっぱりランチですからね。なんかその味わいが、うんうん、油の質っていうのかな、そ う, そうとろけ方がみたいなやつ、うん、それそうやっぱり本マグロがね別格なのでぜひ、ね、そうなんです、食いてです。ハゲちゃん、マグロ好き？マグロ好きです。結構かなり好きです。じゃあ入れてよかった。食べるのも見るのも好きですよ。よかったよかった。はい、見るのも。葛西臨海水族園はね、クロマグロが名物ですのでね。うんうん、なるほど。葛西臨海水族園はすごい推し水族館なんで。元気で泳いでるのを見て。そう。その後に、あの、マグロ料理を食べるというね。ピチピチしていたなと思いながら。そう。生命に感謝して。生命に感謝してね。そうそうそう。これあれだもんね。三貫セットだから、赤身も美味しいんですよね。むしろね。そう。本マグロは、赤身もめちゃめちゃ美味しい。そう。赤身も中トロも大トロも、大トロも本当になんか、端っこ一口くらいでいいぐらいの、うん。幸福感だけど、もう、中トロと赤身はね、もう、たまらんよね。うん、本当ですよね。本当に。油がね、うん、たまらんですよ。さて次の、はげみちゃんの、出来を言ってみましょう。出来を。いや、でも、みゆさんがお寿司と来たので、はいはい。私も、お寿司にしようかな。私、あれですか？私、2貫でいいですか？うん、2貫。2貫。あ、両方一緒に置く？そう。いやいやいや。横に並べる感じで。オッケーオッケー。持ってこれ。その左上のこの、はい、私が、そう、これです。す。そして、これですよね。そしてこれ、す。す。そう。ちょっと順番があれだ。よいしょ。はい。はい。こちらは、私がね、
回転寿司に行った時に、うんうんうん、最終的にこれらだけを食べるっていうものになる存在たちですね。ラストの締めには絶対に入る。なんか最初、うんうん、まず炙りトロサーモンを食べるんですよ。うんうんうん、うまいなってなって、うん、で次ハンバーグとか食べるんですね。あ、やっぱこれハンバーグだよね。うんうんうん、そう、あの本当はね、生ハム、生ハムズがすごい好きなんだけど、ちょっとイラストになかったんで、うん、ハンバーグも好きなんでハンバーグ食べるじゃないですか。でやっぱり寿司屋に来たから他のなんかマグロとかも食べようってなるんだけど、うん、なんだろう、食べてると、いや最終的にハンバーグとかトロサーモンがいいなってなって、うんうんうん、もうあとは最後までずっとトロサーモンとかだけをた、うん、あの選び続けるみたいなことになるんです。私は大好きなものをねいっぱい食べられるのがいいとこだからね。ずっとね、うんうん、生ハム寿司ね、わかるよって本当生って言ってる人が、年末ずっと生ハム寿司探し続けてた人がマジで生ハムって出たからさ、ごめん、生ハム入れていいかな、うん、あー入れていいです。生ハムちょっと入れていいかな。あ、ハモンセラーノですか。こうです。原木です。いや私は結構好きですね、生ハムも寿司もだし普通のもね。いやね、原木削りてえなっていう高級感がねやっぱり違いますもんね。こういう大きさ的に言うと、もうこことかも出てていいんだけど、この外に。まあ一旦ね、一旦入ってもらって。まあ一旦ね、一旦ね。これ削って食べるのすごくない？もうあれじゃん、セレブじゃん、うん、正月じゃん。もう削るときにね、うん、なんかそのドーパミンみたいのが出ますよね、やっぱりこの原木から切り出すとね。一度だけやったことあるの、うん、削るの。はいはい。友人が原木買ったからって言って生ハムパーティーを開いてくれて、ね、でシェフの方も呼んでくださって、基本的にはシェフの方がこう削ってくださるんだけど、やってみてみたいに言われてやってみたんだけど、めっちゃくちゃ難しいの。なんか熱くなりそうですよね、なんか慣れてないと。そう、薄く切れないし、うん、そのなんて言うんだろうな、削る力加減とかも全然できなくって、すごい難しかった。あのピションみたいな、変な切れっぱしみたいなしかできなかった。うん、いやでもそうですよね、初めてやるとそうなっちゃいますよね、やっぱりね。難しかった。うん、でも、ね、私もいつか切ってみたら、うん、やってみたいよね。うん、みんなでだってこんなだってやりたいやん、こんな。やりたいやん、こんなね。やりたいやん、こんな。うん、原木うちに置いときたいやん、まず。そうそうそう、ハッピーやん。ハッピーやん、どんなことがあってもうちに生ハム原木あるからなっていう気持ちで、ね、そう、お前分かっとんのかみたいな。最悪生ハム原木でボカッとやればもう誰にも負けへんでみたいな、うん、感じになる。というわけで生ハム原木入れさせていただきました。ありがとうございます。いや美味しいもんね。美味しいもんね。最終的に生ハム自体、うんうん、生ハムの、あ、そうそうそう、私も生ハムも好きだし、そうそうそう、うん、お寿司もまあ最終的に食べちゃうんだけど、うんうん、基本トロサーモンと生ハムを交互に食べ続けますね、最後ね。私実は生ハムのお寿司は食べたことないんだけど、はいはいはい、どこのお寿司屋さんで食べれるか教えてもらってもいい？え、でもな、あ、かっぱ寿司はあるかな、うん、でも、くら寿司はなかった気がする。うん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 。かっぱ寿司さんはほとんど行ったことないんだよね。はま寿司はあるかも、うん。なるほど、ありがとう。あとでちょっとメモって、生ハムお寿司を探しに行こう。ちょっとすっごい美味しそう。うん、美味しいです。美味しい美味しい美味しい。気になる。あの、そう、オニオンスライスとかも乗ってるので。うん。しっかりしていらっしゃる。美味しそう。美味しそう。次あれか？次？でも、順番に入れてたけど、なんか別に、その時のノリとかで別にいいですよね。うん、全然いい、全然いい、全然いい。うん。でも順番的にこれは、
うん、どうなります？私基本的にはかぎみちゃんかな。うんうん。じゃあどうしようかな。チョイス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 、どうしようかな。あ、じゃあなんかこの納豆巻きっぽいものがあるのもちょっと気にはなっていた。あ、納豆巻きね。うん、納豆巻きです。私納豆がすごい好きで、納豆巻き、うんうん、納豆巻きめちゃめちゃ好きなんですよ。納豆巻きめっちゃ美味しいよね。でも私も好き。私、納豆、あ、あれ、嬉しい。納豆巻きは、うん、あの、お醤油とかつけなくてもいけます。ちなみに。すし酢だけで。うん、はい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 。すし酢だけでめちゃめちゃ美味しい。まあ、もう置いちゃいましょう。納豆巻きを、ね。一緒にね。そう。お寿司セット。そして納豆はね、そう、豆ということでね、黒豆と同じ演技効果がございますのでね。で、巻いてるので。海苔でもね。そう、巻いてるもので、そう、うん、海苔でも、そう、海苔でも。もういろいろ。いろいろありますので。バッチリでございますから、ね。縁起物としてもバッチリ。お節としても、もう入れるべき存在ですね、納豆は。確かに。粘り強いってのもありますね。ああ、いいこと言う。うん、これそう考えるとあれだね、お節に入ってないの不思議だね。そう、本当ですよ。分かってくれるんですよ。うん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 。苦手な人も多いから、まあしょうがないのか。関西の方ってやっぱり食べ慣れてないらしくて、あんまり納豆が得意じゃない方が多くていらっしゃるみたいだもんね。あ、そうなんだね。うん、うんうんうん。なんか、うちの父は関西、まあ京都出身なんだけど、うんうんうん、俺は平気だけど結構あの兄弟は嫌がるみたいなこと言ってた気がする。そうなんだ。うん、そうそうそう、やっぱ匂いが強いからね。うん、うん、しょうがないね。じゃあどうしようかな、うん、私なんか入れようかな。なんかね、うん、かぶってんのかなって思ったものが一個あって、うんうん、私ね、うん、はい、近年、はい、クリームコロッケめっちゃ好きになって。ああ、コロッケクリームコロッケか。そう、クリームコロッケをいいですよね、チョイスしたんですよ。うんうん。でね、はい、で、はげみちゃんの方にも、うん、なんかコロッケっぽいもんあるなってそう思ってて、かぼちゃ色っぽいコロッケ。そう、私かぼちゃ料理がすごく好きで、これこれ、それです、これかぼちゃコロッケ好きなんですよね。あ、普通のコロッケよりかぼちゃコロッケの方が好きですね。うんうん、そうなんだ。あ、じゃあもうちょっと この子たち並べとこう。あ、や、並べときましょう。一緒に。かぼちゃもそう、かぼちゃも縁起物ですからね。そう、縁起物としてかぼちゃはね、うんうんうん、食べられているので、うん、いいじゃん。むしろ入れるべきかぼちゃコロッケ。いいじゃんいいじゃん。クリームコロッケも美味しいですよね。いいよね。かぼちゃの場所も入れとくついでに。かぼちゃの場所、かぼちゃつながりで。そうですね。クリーム、そしてクリームコロッケ的にもね、なんかグラタンが。クリームがね。そうそうそう。そう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 。わさみちのマスコット。マスコットちゃん。わさみちマスコット。そう、食べてもなくならないし冷めないうちの第一マスコット、第一マスコットキャラクターですね。いいよね、なくならないのに。非常食に最適。あ、ちょっと待って。そう、もうちょっとキラ寿司よりは上にいてほしいんだな。順番難しいな。マスコットそのまま入れたってすごい。うちのマスコットたちもあの喜んでますよ。こういう時ね。そう。食べ物のマスコットであることが、ここで、こういうところで生きてくるんだね。確かに、うちはな、猫姉さんも食べるわけにいかないからな。うん、そうですね。お酒で柔らかくなってるかもしれないけど。やっぱりそこら辺はやっぱり、でも、チャンネルそれぞれのね、特色がね、あってね。まあ、うちのマスコットはあんま食べることはないんですけどね、ほんまね。うん。いざとなったら。いざとなったら。ちょっとビクビクしてるけど。いざとなったら、もしかしたら。もしかしたら、ね。身を挺してね。うん。守ってくれるかもしれない。素晴らしい、ごしゃちゃん。素晴らしい。クリームコロッケは、あれですか、普通にすって好きになったんですか、でも。あ、
そうなの。なんかそれまで別にそんなになんか、うんうん、普通のお芋のコロッケが好きだったの。うんうんうん。なんだけど、ある日突然クリームコロッケに目覚めて、はいはい、ベシャメルソースええやんみたいな感じになってしまい、うんうん、ちなみにシンプルなクリームコロッケですか、うん、カニではなく。シンプルなやつの方が好きかな。カニが入っててもまあ嬉しいけど、エビが入っててもまあ嬉しいけど、うん、でもただのカニクリーム、あとちょっとただのカニクリームじゃない、ただのクリームコロッケが好きかな。うん、カニ 0.4% みたいなので全然いい。あいや、でも私もね、普通のクリームコロッケが好きですね。あのココイチにトッピングがある、うん、あ、うん、ココイチだっけ、ココイチにあった気がします。うんうんうん。でココイチのトッピングで実はクリームコロッケが一番好きです。へえ、うん、そうなんだ。ちょっと興味が湧いてきました。カレーのトッピングで一番クリームコロッケ安いんですよね。そしてクリームコロッケが、そうなんだ。そう、へえ。正直カレー屋さんとかで安く済ましたい場合はクリームコロッケがいいかなって感じ。すごいあのエネルギーにはなるけど、うんうん、お安くて済むんだね。そう、なぜか安いんですよね、クリームコロッケね。はー、うん、全くわからん。なんでなんだろうね、高そうなの。なんでなんだろうね、不思議不思議。あ、おかしい、まずいまずい。パリパリチキンカレーかクリームコロッケカレーって感じですね、ココイチは。うん、そうなんだ。私はね、チキンカツが好きなの。あー、チキンカツも美味しいですよね。そう、チキンカツカレーがすごく好きなの。カツカレーも、入れたの。ここの中に。あ、ほんとだ。実は、そっと、そっとカツカレーも入れたの。カツカレー美味しいですよね。カツカレー。すごい、揚げ物ゾーンがやばいこと。お寿司ゾーンの下に揚げ物ゾーンが。揚げ物ゾーンが出てきた。あ、じゃあ私も、もう、これ全部入れますか？とんかつ、あのね、縁起物をね、欲しくって、うん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 、やっぱり、おせちに入れるから。ね、うん、そう。なんかこう、とんかつと、カツサンドを、はいはい。そう、とんかつも入ってるし、カツサンドも入ってるから、あー、うん、はぐみちゃんカツめっちゃ好きなんやって思って、うん、で、私も、じゃあ、カツカレーかなって思って、カツカレー入れちゃった。そうなんですね。私、とんかつ屋さんの雰囲気が好きなんですよ。はい、結構。はい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 。洋食屋、なんだ、なんかさ、カツって洋食、うん、洋食っていうか、洋食ってのは日本でできたものなんですけど、うん、まあ、その、洋な雰囲気もある食事なのに、めっちゃ和なお店じゃないですか、とんかつ屋さんって。和なお店が多いと思うんですよね。で、こう、木造りのね、木造みたいなお店が多いと思う。あの雰囲気がすごい好きなんですよね。なんかわかる。青山一丁目の駅に、とんかつ屋さんあるんだけど、そんな雰囲気。うん、そうそうそう。なんか、お高いとんかつ屋さんとかね。やっぱその明治大正あたりに生まれたものなので、うん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 、そういった雰囲気が出てるのかなって思うんですけど。確かに。カツサンド、カツサンド、カツサンドはマンカツサンドだよね、やっぱね。そう。秋葉といったらやっぱマンカツサンドですね。秋葉もそうだし、東京駅とか、お土産とかにもね。ね、売ってるもんね。売ってる、マンセカツサンド。マンカツサンド。マンカツサンドのさ、はい、切り落としたさ、うん。耳のところでさ、はいはいはい、ガーリックトーストトースト状にしてくれる、その長い、その長いっていう、その居酒屋さんが、はいはいはい、万世ビルの B2 にあって、あーありますね。一回頼むと永遠におかわり自由っていう、ああ、夢のような。おかわり自由だったんだ、私は。なんかおかわり自由だったの。へえ、そんなこと、そんな時代があったんだよ。もうなくなっちゃって残念だった。そうそうそう、あれなんだよ。だもうね、今どんどんなくなっていってるから。今秋葉の万世はその居酒屋さんもないし、うん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 、なんか居酒屋は一応その
マンセラーメンさんが引き継いでんだけど、うんうん、そう、一番上の鉄板焼き屋さんもなくなったし、うん、焼肉屋さんも移転しちゃったし、あそこから見てみたかったよねって気概通りをさ、いやそう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 、して大成功して、そう、そう、あれがまあ夢だったんだよね。そら、うん、そっから秋葉を見下ろ成功して、あそこの食事をね、まあ手頃に食べれるようになった、なる存在になって、あそこから眺めたかった。眺めたかった。10階にも行けないんだもんだって。もう行けないとか、ほんと夢がないよ。夢がないよ、ほんとに。今、最上階4階だから。ああ、もう信じられない。全然わかんない。もう。8階とかさ。うん。もう高いところにさ、夢があったよね。そうそう。悲しいです。悲しいですな。うん。おじさんはまだ秋葉原が8時で閉まる頃に秋葉で働いていたから、おお先輩じゃないですか。ということは、はい、そうなんですよ。だから今の秋葉が悲しいってしょうがないぜ。確かにね。ね、そう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 。でもじゃあみやさんはあれですね、はいはい、16ビットセンセーションをすごい同時視聴されてたけど、すごいあれだったんじゃないですか。すごい秋葉秋葉ってなってたんじゃないですか。そう、懐かしかった。メッセさん音が出てきたもんね。そうですね。入るの勇気いったな。さすがの私をソフマップで買ってましたよ。18歳未満の方が買えないようなゲームは、はい。そう。私も ね、皆さんに言ってはいなかったけど、実は16ビット先生を見てて、まあ見ないとダメだなと思ったんで。そうだよね。秋葉好きだったらね、見たいよね。そうそうそう。そう、秋葉が普通に好きなんで、その、アニメとかで秋葉が出てくる作品めちゃめちゃ好きなんですよね。そうそうそう。シュタインズゲートとかね、ラブライブとか。あれだよね、最後の方でさ、この部屋のまだ視聴してない人は、ま、あの耳塞いでわわってしてください。耳塞いでいただいて。最後の方で秋葉があんな風になってしまった時には結構ショックだったのでは。そうそうそう。私はショックでした。なんでどうして膝から崩れ落ちた。そうそう、なんでこうなったのってなったの。いやでも良かったですよ。うん、はい、本当に。本当にそのギャルゲー好きというか、うん、エロゲー好きというか、うん、で秋葉好きからしたらめちゃめちゃいいアニメだったなって思いましたね。ねえ、本当アニメ16ビットセンセーションアナザーレイヤーまだご覧になってない方はぜひぜひご覧ください。アマゾンプライムでご覧ください。とてもご覧ください。とてもいいお話だし、あのなんかとても98に98、あげみちゃん98わかる？大丈夫？わかん、いやわかんないんだけど、わかる、あの知識としてあの調べたりとかして、うんうん、そうだよね、そういうのはね、うん、98がなんか愛しくなる、うん、そう、あと完全にあの知らなかったけど、昔はこうだ、こうやってたんだっていう学びにすごくなりましたね。うんうん、そうそう、そういった意味でも。ぜひ見てほしいなと、ね、タイルパターンで色塗ったりとかね、私も全然それは知識でしか知らないけど、やばすぎるとか思って、うんね、マウスでチコ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 そうやってたからね。うちのリスナーさんにすごいエロゲーにめちゃめちゃ詳しいリスナーさんがすごいいるんですけど、うん、そうそうそう、多分知ってるところもあるんじゃないかな、うん、そういう人たちは本当に楽しかったと思う。うんね、うん、難しさのね。ね、作る方の話はね、それほどなかなか聞けたもんじゃないからね。ああ、そうそうそう、うん、だと思った、うん、さあ次は何を入れるか。すごい万世の話でめちゃめちゃ盛り上がってしまった。めちゃめちゃ広がった。めちゃめちゃ万世を万世してしまった。万世を万世してしまった。万世いらっしゃい万世。あ、これ何か聞きたかったんだ。あのさ、牛乳の下にあるやつ、これ何、はい、目、これはエビみりん、エビみりんです。エビみりん。ちょっと待って、エビみりんわからん。あ、みりん、あのせんべいです。せんべい、みりんせんべいなんだ。へえ、うん、イカみりんとかエビみりんとか。エビみりん、
ちょっと今スマホでググってます。へえ、美味しそう。うんうん。今、まあ、でかいエビせんべいだと思っていただければね。へえ、あ、これでかいのか。なるほどな。江ノ島とかはタコせんか。そうそうそう。でもあのいろんな海沿いとかです。おせんべいとか。海沿いとかだとさ、このエビせんべいだったらさ、エビせんべいでさ、あの生のエビをさ、あ、プレスしてね。パシュンって。パシュンってして。潰して、あの、ひらひらにして。ママみたいに。ペラペラにバキバキに、バキ、バキバキバキってして。あペラペラにしてくれるとこあるよね。そう、ありますね。プレス機でね。まあ、これは、うん。でもせんべいじゃん。これちょっと大きめにしていただけると。そうだね。大きめ。どんくらいかな。そう、でかいのが、あれなんで、味噌なんで。でかいのが味噌なんで。どうなんだ。いや、だいたいこんぐらいで。こんぐらい、こんぐらいでいい。じゃあ、うん、生ハムと、ソイにしてもらおう。生ハムとエビみりんを。エビみりんで。まあ、私、ポテトチップスとかよりかは、そのエビせんべいの方が実は好きなんですよね。そう。ちっちゃい頃からなんか、エビ系の、うん、スナックをよく、かまカッパエビセンとかもそうだけど、なるほどなるほど、よく食べていたので、うん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 、でもちょっとお正月らしいかなと思って、なるほど、カッパエビ、ほんとはカッパエビセンを探してたんですよ、カッパエビセンっぽいもの、でもないからちょっとエビみりんにしたって感じですね。カッパエビセンも美味しいもんね。そう、やめられないと止まらないですよね、カッパエビセン。わかる、うん、エビものが好きなんだね、やっぱね。エビもの結構好きですね。エビでも、エビは一番見るのが好きなんです。そうなんだ。そうなんです。エビは見るのが好き。鑑賞動物ですね。エビは。なるほど。うん。私なんだろうな。おせんべい。おせんべいが来たから。甘い。おせんべいは来ると。甘いの？甘い系。甘い系結構入れちゃったんだよな。でもすごい桃とか分かんなさそうな。こんな、うん、え、豚骨ラーメンの下のはこれリンゴですか。これリンゴです。あ、リンゴ。普通にフルーツ。急にフルーツ。リンゴと桃と。まさみちゃんフルーツ選ばなかったな。最後基本なんか変なの入れようと思ってなんか自分が選んだできたものを見返した際に、うん、あまりにも油っぽいなって思ってる。フレッシュなもの。そうそうそう、ちょっと口直しにおりんご入れておこうって思って、はいはい、おりんご入りました。大事ですね。でもね、私もそれだったらもう桃とか、桃が多分フルーツの中では結構一番好きな方なんで、桃がね。あ、本当？嬉しい。そうそう、じゃあ桃とりんごとここちょっとあの、そう、お得ね。お口フレッシュ枠。お口フレッシュゾーン。そうそう、油印象の多いね。みんなに言われんなと思って。そんな、みやさん、そんな肉と油ばっかりでって言われる。ちょっとみんなの目を気にして、好きなフルーツを入れました。確かに揚げ物すごい多いですよね。なんだよな、油が好きなんだよな、しょうがないよ。よいしょ、口フレッシュゾーン。口フレッシュゾーンです。ここ桃とリンゴと、よいしょ、リンゴリンゴと、よいしょ。私はどうしようかな。うん、あー、あ、じゃあ牛乳をお口さっぱりゾーンということで、うん、あ、そう、私のお口さっぱりゾーンはやっぱりちょっと牛乳ですね。でもちょっと飲み物いるなと思って。確かに、うん、大事大事、うん、大事大事。牛乳どうだ。牛乳もうね、なんかね、あのレイヤーの数が恐ろしいことになってる。レイヤーのことが恐ろしくなってますよね、多分ね。ちょっと画面ずれたりとかして探してるせいでごめんね。ずれた。いや、大丈夫大丈夫。ペントソフトさんも頑張っています。よいしょ。ミルク、ミルク、メアコ、メアコ、ミルク、メアコ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 。ミルクよく飲む人なの？私は飲み物だと多分牛乳が一番好きですね。へぇー。うん、それちょっと、あったあったあった、牛乳、牛
牛乳です。牛乳です。牛乳普通に牛乳です。普通のなんかね、うん、なんか子供に牛乳を飲ませたり麦茶を飲ませたりとかするじゃないですか。でもうちのお母さんって、うん、麦茶を与えなかったらしく、うーん、私が、うん、そうちっちゃい頃はお茶系がもう苦くて苦くてしょうがないみたいな舌になってしまったらしく、ずーっと牛乳を飲んでたんですよね、何かあれば。そう、私は小さい頃から牛乳をいっぱい飲んできました。牛乳をじゃあ豚さんの横に横にね、やばい、これ別におせちの中に入っててもいいですからね、別に。ちょっとねちょっとスペースの問題で中に入れざるを得ないんで、ちょっと今回はそう全てをね、全てを中に、全てをね。あ、じゃあ醤油差しとか入れた方が良かったな、今思いついちゃった。醤油差し大事だもんね、何をかけて食うんだって話ですもんね。まあそういうね、わさびとか柚子胡椒とかね、お外にあるということで。そうですね、そう考えてくるとこあれだもんな、馬車道このグラタンももっとでかくないとおかしいしな。あー、そうですね、マスコットキャラなんでね。グラタンちゃんももうちょっとでかくないとおかしいし。いやでも一応シンデレラ系だから、魔法使えるから小さくすることもできます。そうそう、設定的にシンデレラがの作品出てる能力はみんな使えるっていう設定なんでね。なるほどなるほど。そうですそうです、魔法の力持ってんでね。素晴らしい。ビビデバビデブーですよ。ビビデでバビデでブー。あ、うん、タコちゃん、タコちゃんもいる。こっちはタコちゃんもいますけど、タコちゃんは、うん、マスコットじゃないんですか？あ、違うんです。アヒージョはね、アヒージョの中で泳いでるのはマスコットなんですけど。あ、このこのもらってる子です、これですか？あ、そう、これです、これです、一応。あ、でもね、そう、おせちにそぐわないから、その今回は入れないんですけど、写真が見えないので移動しましょう。すいませんすいません、これうちのマスコットでね。うちは見せますか。あのタコさんウインナーくんが、そうそうそう、うちのチャンネルだと動いてます、動画でね。動画のマスコットキャラなんですよ。だから、あ、動画らしい音も聞こえる、ジューって音も聞こえるんだけど。そうそうそう、せっかくだからね、入れようかなと。これも結構子さんマスコットなんですね。じゃあね、この代わりにね。そうですそうです、代わりにじゃあタコちゃん、タコさんウインナー、タコさんウインナーちゃん。でもね、これタコさんウインナーちゃんってさ、いるとテンション上がるもんね。いや、そうそう、それも込みでやっぱタコさんウインナーをね、選択させていただきました。ちょっと時間置きで悪いけど。お皿がないから。やっぱお弁当にはタコさんウインナーは入んないとなっていうのがありますし、あとまあぶっちゃけ言うと、もうこれ言っちゃうと、なんでおせちにタコさんウインナーが入ってないのかっていう疑問にもつながるんですけど、うん、まずウインナーはウィナーにかけて、勝者にかけて縁起がいい食べ物なんですね、うん、ウインナー系は。なるほどね、うん、そう。でタコは、うん、幸せが多いでタコということで、タコをね、うんうんうん、そう。で、このタコとウインナーの要素がどっちも入ってるんですよ、タコさんウインナーっていうのは。素晴らしい。そう、もうおせちになんで入ってないのかって話ですよね、そもそもね。確かに、それはもう、特にお子様用のね、おせちとかには入ってたらもうめっちゃ嬉しいしね。そうそう、絶対入った方がいいです、うん、ということでね。うんうんうん、足が8本で末広がりだしって。そう、お、すごいですね、その通りです。素晴らしい素晴らしい。さて、だいぶちょっとずつ少なくなってきたかな。そうですね、いい感じですね。でもね、ロールキャベツ、ロールキャベツロールキャベツ入れようか。ロールキャベツ入れましょうか。巻物、そうそう、ま、伊達巻きと一緒でね、やっぱ巻くものは結構
入れといていいかなと思って。私ロールキャベツね、秋葉のロールキャベツのお店をよく紹介してるのってわかると思うんだけど、ロールキャベツすごい好きです。あとあのロールケーキもですかね、もしかしてそれ。あ、そうですそうです、まあ、一番伊達巻きに近いですよね、こいつが。これはこれはどっちかっていうとブッシュドノエルです。やっぱりロールケーキよりクリスマスケーキとかよりロールケーキよりブッシュドノエルって言った方がテンション上がりますよね、うん、やっぱり。確かにね、それはわかるけど、わかるけどもわかるけど、でもやっぱブッシュドノエルはやっぱりクリスマスしか食べられないものだから、そこはやっぱり、うん、のけられないですよね、やっぱり。でもやっぱそこを押してでもおせちに入れたい、私はそう思いました。うん、でもあれじゃない、メリークリスマスって書いてあるやつだったらめちゃくちゃ安く手に入る。 あ、そうそうそう、半額ですよ多分これ。だからこれは結構いけるんじゃない。うん、これ、うん、でも まあ別にお正月とクリスマスって一緒みたいなもんですからね、もう時期的にも近いですし。だから別に、ああ、ブッシュドノエルか、みたいな感じだと思いますよ。一つなぎな感じでね。そうそうそう。はいはいはい。いいと思います。冬同士仲良くしていただいてね。うん。丸いというとね、バームクーヘンも丸いですね。あと、バームクーヘンは、やっぱ海外だと結構縁起物として、ね、年輪をね、年を重ねるという意味でね、年々、幸せに暮らせるようにということで、バームクーヘンは。よいしょ、縁起物としてそう捉えられております。バームクーヘンもね、なんかね、でも結婚式の引き出物で、あ、そう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 、結構ね使われたりとかして、うん、縁起物でございます。よいしょ、しょぽしょぽこの辺丸いものが揃ってる。丸いもの、巻物、丸いものたちが。みやさんは巻物ないんですか。みやさんは巻物巻いてあるっていう点ではシュウマイ？ああ、そうか、包んで。包んであるシュウマイ？あのね、シュウマイ？551、本来のね、シュウマイがね、大好きなの。なんか別格ですよね。私も関西行った時にお土産は絶対買いますね。ちょっとイメージ違うんだけど、これしかなかったから、シュウマイね。551であることが大事。そう、なんかね、551って言ったらなんか豚まんをすごく連想しちゃうんだけど、シュウマイもめちゃめちゃ美味しいんですよね、実はね。そうなんですよ。ついでにあの、551の肉まんも、肉まんって言っちゃダメなんだっけ。豚まん豚まんも入れたいなと思ってあるんですけど、あるんですけど、せっかく話題に出たんで、ついでに一緒に一緒に置いとこう。やっぱ551ですよ。これはでかいんですよね、551くんは。もうどっちもでかい、シューマイもでかいし、551のシューマイはガチでうまいって言ってる人ね、ガチでうまいよね、わかる。うん。肉まん、豚まん。豚まん豚まん。豚まんじゃなくてもいい。うん。シューマイだけでも買ってきて、みたいな時ある。シューマイ、すごいボリュームもあるし、そう、ジューシーかな？すっごい美味しい。うん、シューマイは。うん。玉ねぎめっちゃ入ってて、うん、そうそうそう、それがすっごい美味しいよね。うん、わかります。551に共通する、うまい、うまいんじゃ。それになんか豚まんより割と手軽に食べれるイメージがあります、シューマイは。確かに1個でかいけどね。そう、1個でかいけど1個でかいよね。そうそうそう、そう普通のシューマイ、崎陽軒とかを想像しちゃうと、うんうん、全然違うと思います。崎陽軒3個分ぐらいあるよね。そう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 。1個がね。そう、でかいから。でかいよね。そう。あとあれか、巻いているものといえば、だし巻き卵巻いてます。巻いている。だし巻き、いいですね。だし巻き卵はあれですか、普通に好き。うん、普通に好き。うん。うんうんうん。でも、あれですね。おせちにも普通に入ってる食材にもなりますよね、だし巻きは。なんかね、だし巻きより伊達巻きが多い気がしてて。あ、そうですよね。
そう、でもなんか一応スーパー見ると、うん、私巻きあり、あるんですよね。うん。おいしいよね。おいしい。あ、じゃあ、うち餃子があるので、551の近くに置いてやってもらっていいですか？餃子、餃子行こう。あ、ちょ、551の餃子も美味しいですよ、ちなみに。ちなみに、ちなみに美味しい。餃子、これ餃子はどこの餃子とかあるの？あ、でも、一応ないかな。でも、まあまあ、うん、パリパリして、あ、羽根付きじゃない方が私は好きですね。あ、そうなんだ。うん。羽付きじゃなくて、ちゃんとしっかりパリッと焼いてくださってるところでしたら。うん。それで言うと、王将タイプかな。どっちかっていうとね。餃子の王将タイプ。なるほどな。お家でやるとき、いつもなんか、頑張って羽根付けちゃう。ああ。羽根付きも別にまずくはないんですけどね。嫌とかではないんですけど。うんうん。でも、私お家の時は、あれかな、うん。ごま油を垂らすと、うまく焼けるんですよね。うん、うん、美味しいよね。あと香りがすごい最後、立ってね。そう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 。めっちゃうまい。ごま油でちょっとジュッて焦がした後、焦がすっていうか、焦がす一歩手前までしっかり焼いた後で、水を、うん、じわって入れて蓋をしてちょっと待つ。これが結構いい感じの餃子になります。なります、なります。みんな試してみよう、試してみよう。なんかあやかな、揚げ揚げ揚げる的な、焼く揚げる的なものとして、うん、チキンとか刺しとこうかな。あ、チキンはでも クリスマスクリスマスゾーンじゃないですか。そう、クリスマスゾーンでしょ。忘れられない。どうしても。忘れられない。クリスマスのこと。チキンいいですよね。あ、今思い出しちゃった。ケンタッキーにすればよかった。全然。チキン。ケンタッキー指定すればよかった。ね、どこかで。ケンタッキーを。そう、ケンタッキー入れたいよね、おせちにね。これケンタッキーだからよ。あ、じゃあこれケンタッキー。ケンタッキー。やっぱケンタッキーって別格で美味しいんですよね、やっぱりね。ケンタッキーはケンタッキーっていう食べ物だからね。うん、そうそうそう。今年はケンタッキーでしたね。カーネルさーんって、あ、そうそう。バサミチのクリスマスにあげた動画がね、うん、最後、カーネルさんと一緒に敵を倒すっていうね、うん、そういう。それ見てないよ、見に行こう。超大スペクタクル映画劇場版馬車道、うん、励みのクリスマスキャロルっていう動画が上がってます。そうなんだ。ちょっと後で見に行こう。気になる。ありがとうございます。ケンタッキー、そうね、そうね、ケンタッキーカーネルさん、そうね、ラストね、それラストシーンね。カーネルさん、カーネルさんっていうね。めっちゃなんかドラマティック怒ってるよ。あ、そうそう。あ、うん、これ塩コショウせっかくだから、なんか牛乳の隣とかに置いとこうか。塩コショウ。塩コショウね。マスコットさん。そう、マスコットの2番、バシャメチのチャンネル2番目のマスコットですね。塩コショウさん。お世話になってまーす。お世話になってます。ホラゲーとかやった時に良くないものが来るかもしれないじゃないですかね、うん、ホラゲー怖い話とかしてると寄ってくるので、でもやっぱ配信者はホラゲーと切っては切れないね、うんうん、切っても切れない、ゲームなので、なのでもし来た時はこの塩コショウをぶっかけて退散するっていう意味で、お部屋に置いたのが始まりですね。私のマスコットにしたのは。先生でも、一つ疑問があるんですが、はいはい、塩はもちろん分かるんですよ。お清めの塩って、ね、うんうん、やはり文化的にも非常に歴史のある感じなんですが、はいはい、塩コショウって基本的に味塩コショウですよね。味塩コショウ。はいはいはい、ブレンドされてるものですよね。そうです、そうです。効果とかって、あるんでしょうか。いや、これすごくよくいただく質問なんですけど、はいはい、すごくいただく、すごいよくいただくご意見なんですけど、はい、だって塩効くんですよね、
はいはいはい、はい、そうですね、あの霊的なものには塩効くんですよね。はいはいはい。胡椒と塩ってそんなに変わりますか？むしろ胡椒の方がスパイシーで、はいはい、しかもほらあの目とか鼻とかに入るとうわーってなるのはどっちかっていうと胡椒ですよね、まあ、ハクションしますよね。そう、うん、ことは効果的には別にそんな変わんないんじゃないかと。でむしろ一緒にかけてしまった方が2倍の効果になるんじゃないかって私は思うんです。じゃあ、その疑問を持った皆さんにお聞きしたいけど、うんうん、塩をバッてかけるのと塩胡椒バッてかけるのとどっちが効くと思います？イメージです、イメージ。そう、ダブルですよ、こっちは。効果が2倍、うん、マルチな効果がいろんな、まあ、うん、もうくしゃみ止まんなくなっちゃうかも。くしゃみも止まんないし、なんか塩は痛いしで、もうやばいってこの家、ヘクション、ヘクションみたいな感じで出ていくかもしれない、まあ。とりあえず、美味しくなりそうな感じはする。そう。うん。一人食べてやらいんですよ、食べて。食べるぞって。食べられちゃうかもしれないって思って、怖くて逃げちゃうかもしんないね。そうそうそう。やはり胡椒が入ってた方がお得だしね、うん、うん。確かにね。なるほどなるほど、うん、なんか全然納得したわ。そうなんです。納得すごい質問、すごいご質問が多い点ですね、マシャメテのマスコットにおいてね。はい、なんで塩胡椒なんですか気になってました。はい。なんでマシャメテはホラーゲー配信とかするときはね、うん、あの、うん、酔い止めも兼ねて画面の中央に塩胡椒はずっと置いたまま、はい、真ん中に。そう、バシャメチのホラーゲーみんなそうって、バシャメチのホラーゲーのアーカイブ全部真ん中に塩コショウ置いてるから。じゃ邪魔では画面中央に。いや、あの FPS 系はやっぱり酔っちゃう方が多いんでね、 あった方が嬉しいっていう方もいらっしゃる、何かがね。なるほどね。そう、あの基準になるまっすぐがね。そう、私も酔っちゃう方なんでね、うん、FPS 視点は、うん、なるほどね。面白い、そうそうそう、いろんな理由があるな。そうなんですよ。あと、なんだ、ご飯物があるの。ご飯物、お赤飯だよね。やっぱり、うなじゅう、ま、うん、うなじゅう。うなじゅうはうなぎとかぶるけど、まあ、うなぎはあればあるほどいいんでね。まあね。それはわかる、うん。うなぎはあればあるほど。うなじゅう、うん、うなじゅう、にょるにょる。うなじゅう。うなじゅう。あ、大変大変。それ、重箱の中に重箱入れるってね。うなじゅう、ゲンタくんが喜んじゃう。うなじゅう、うなじゅう。うなぎはいっぱいあった方がいいからね。四隅に。うなじゅう、ね。左斜めを。どこや？右斜めを。バームクーヘン。バームクーヘンどこや？上に行きたい。バームクーヘンどこ行ったんや。食べられる。逃げなきゃ。レイヤーの重ね順が。難しくなってきた、だんだん。よいしょ。よいしょ。じゃあ、はいはい。まあ、うな重は、でかい方がいいから。でかい。まあ、うなぎはでかければでかい方がいい。でかい方がいいから、ちょっと、うん、でかく。いっぱい入ってれば入ってるほどいいし、でかければでかいほどがいいんでね、うなぎは。と、じゃあ米として、こちらからも米としてオムライスをお出しする。オムライスいいですね、和と洋のコラボレーションですね、はい、オムライスはいつでも美味しい。よいしょ。あれですか、トロフワがやっぱり好きですか？トロフワが好きですね。なんかね、どちらかというとでもね、オムライスよりオムレツが結構好きで、あ、米入ってなくてもいいかな。卵だけでも、この辺卵だらけになっちまった。どっちかっていうと、まあ、オムレツも好きだけど、私はなんかトロトロのスクランブルエッグが実は好きだったりします、ね、うんうんうん、あのホテルの、あ、そうバイキングなどで出てきやすいやつ。そうです、うんうんうん、あれが好きだったりしますね、割と。美味しいよね。美味しい。バターがね、あれでね。そうやっぱりホテルのはすごいバターいっぱい使ってくれるから香りがね、うん、違います。違う。うん。誰か、お赤飯。お赤飯。お赤飯。やっぱり祝い事。これ、皆さんの入ります？別に、ね、お赤飯はそれほど優先度が高くないです、私の中で。今ね、とりあえずなんか、ご飯物足んなかった。うん。どうやって全てをねじ込むかを今若干考えながらやってる。顔が真顔になりながらやってる。入るかな。いや、おせ、うん、
お赤飯は、まあ、そのちょっとおせちには合わないんじゃないかなっていう意味合いも込めて選んだだけなの。逆にそぐわないものを入れてこうっていう。でもいいんじゃないの、うん、だってこれあの縁起物でしょ。ご飯、そうそうそう、縁起物ってことでね、うん、お買い、やっぱいいんじゃないの。お赤飯炊きましょうって言うでしょ、みんなも。言わないか、みんなは。みんな言わないか。センシティブやないか。おセンシの話になっとるやんか。みんな言わないか、ごめんね。よいしょよいしょ、マスクかけとこ。赤飯はめでたいから必要って。はい、はい、あと豚骨ラーメンもめでたいから必要。豚骨ラーメンは何かめで、まあ中国では豚さんがね、結構春節では豚料理が結構ね、あの使われるので、豚料理は全般的に全体的にあの祝い事でね、あの縁起物としていけますね、はい、単にね、なんか正月ラーメン食べたくなるよねっていうだけなんですね。そうね、急に触れづらいこと言うやん。派手だったからさ。そうね、見た目が派手だったから豚骨を選んだだけなんだけど、でも豚骨ラーメン好きなんだ。豚骨ラーメンいいですよね。九州ジャンガラとか食べてました？あ、ジャンガラはね、ちょっと食べたことあるんだけど、ジャンガラ1回しかないや。あ、混んでてなかなか入れなくてさ。あ、そうですね。めちゃめちゃ混んでる。そうそうそう。今もめちゃめちゃ混んでる。今はね、海外観光客の方でめちゃめちゃ、うんうん、めちゃめちゃなこと、ね。もうね、海外でもうね、有名だ、一覧と並んで、うん、九州ジャンガラやばいって言われてるみたいで、もう焼き場、焼き場っつうか、もう日本に来たら九州ジャンガラ行けって言われてるみたいです。そんななんだ。一覧と九州ジャンガラ行けって言われてるみたい。ジローとかじゃないんだ。なんかやっぱ食べやすいのがいい。でも一覧とか九州ジャンガラもね、そうだけど、すごいなんかやっぱりちょっと豚くあの豚くさ、獣くささみたいのがあるのも、うんうんうん、まあそれじゃそうじゃないと豚骨じゃねえだろっていう過激派もいらっしゃるだろうけど、うんうんうん、あの海外の方からするとちょっと匂いがきついのちょっとって感じなんで、そのやっぱり食べやすい豚骨である一蘭と九州ジャンガラがやっぱり人気なんですよね。へえ、なるほどね。海外の方からすると、うん、あとさっき米で入れ忘れちゃったから、米で入れ忘れちゃったからおにぎり入れとこうと。あのおにぎり可愛らしいですよね。イラスト屋さんにあるんですか？ちょっと、ん？ないです。これここのおにぎりはあの宮蔵が描きました。あ、宮蔵。そうでしょうね。宮蔵が勝手に描きました。そうでしょうね。猫ちゃんのおにぎり描きました。猫ちゃんおにぎり可愛いですね。よいしょ。おにぎり描きました。おにぎりはでもやっぱシンプルな食材ですけど、あんなんですか？やっぱりご飯の中でおにぎり料理が好きってあるんですか？手軽だからいいよね。ちょっと小腹が空いた時とかにさ、パクッとね。食材は何でもいいんですか？私、たらこが好き。たらこ飯。たらこ。いいですね。あと、鮭？鮭ね、うん。シンプルで。ツナマヨも好き。ツナマヨは結構オーソドックスなね、うん。好きな中入ってますよね。うん。ほゆみちゃんはなんか好きなやつある？私は、うん、安定にテンションが上がるのはツナマヨですよね。うん、ね、鮭、うん、も好き。あの、でもローソンの最近、鮭ハラミ、うんうん、あれ好きですね。ちょっとお高いやつ。ちょっといいやつだ。そうそうそう。あと、これはちょっと秋葉限定になるけど、なんか江戸結びさんっていうおにぎり専門店があるんですけど、秋葉っていうか、神田明神の近くに。うん、まあ。そこの、塩サバがすごい好きです。美味しそう。塩サバのおにぎり食べたい。そう。うん、でも、塩サバは結構その、うん、あれなんです。あれなんて言うんだっけ。一、うん、日一日で変わる、日替わり?日替わりおにぎりのメニューなんですよ。うん、だからちゃんと、お店のインスタグラムとかを見てから行かないとダメなんですよね。通いたいね。でもね、なんかそうやってね、日替わりとかあるとね、そう、ずるいですよね。ねえ、羨ましいよね。近くに住んでる人羨ましい。そう、本当に豚骨は豚様の野菜さえできてるからカロリーゼロよってコメント
サンキュー、カロリーゼロよ、大丈夫。そんなこと言ったら今日のあの今日のおせちの中入ってんの丸いの多いからみんなゼロよ。確かにそうや。すいませんすいません、丸いものみんなカロリーゼロ、まあ、うん、あ、あとローストビーフ、ローストビーフ欲しいから、やばい、ちょっとローストビーフはでも欲しいですよね。ね、ローストビーフは欲しいよ。ちなみに最近のおせちではローストビーフがめちゃめちゃあの選ばれることが多いですけど、別に縁起物とかではないらしいです。あの、うん、すげえなんかみんな好きなだけ、みんな好きなだけらしいです。なんかお祝いごとに食べてるよねっていうノリでローストビーフが入ってるだけらしいです。全然それでいいけどな、うん、うまいから食べてんだよこっちはって言うんで全然いいけどな。いいけどな。いいけどな。うん、カロリーは年を越せないから年末に作ったものを正月に食べるとカロリーゼロよ。マジで天才じゃん、ね、教えてくれた人ありがとう。カロリーを丸く包み込んでるからゼロですね、うん、すごい、ゼロ理論が多すぎ、ちょっとみんな強いな、ちょっと宗教的になってきました。うまけりゃいいんだガハハ。せやなせやなせやな、うまけりゃええんや。あとはパン、パンの前に肉とりあえず先に刺しとっか。そうですね、ハンバーグ、ハンバーグ、これ違います、ステーキです。あ、ステーキか、ステーキです。はい、すいません、ステーキ、ステーキでした。実はこれはバターが乗ってるのか、チョコヤンか、よいしょ。やっぱりステーキはやっぱりいいですよね。元気ない時ステーキやな、うん、みたいなとこあって、すごく元気なかったことがあったんですよ、はいはいはい、先日もうステーキを食べることによって復活しましたね、うん、あーよかった。何でも言ってくださいね。だから肉って大事って思って、確かにね、肉食うって大事や。551を縮めてステーキをでかくするという。ステーキいいですね。あの炭火のステーキが私はでも割と好きですね。うん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 、炭火ステーキって結構、うん、味が結構変わる気がして、うんうん、なんか小さい頃に、うん、そのよく連れて行ってもらったステーキ屋があって、なんかもう、うんうんうん、なんかこうそ祝い事とかがあると絶対そのステーキ屋みたいのがあって、素敵な思い出。うん、そう、なんか都会のその街中とかにあるわけじゃなく、ちょっと離れたなんかその田舎の、うん、田舎のなんかとこにポツンとあるステーキ屋なんですよね、うんうんうん、そうなのでさ、なのでめちゃめちゃ炭をいっぱい焚いて、うん、なんかテーブルもすごいでかくて、で真ん中にもう、うんうんうん、なんかそのよくチェーン店とかにある簡素のやつとかじゃなくて、もう隣が森とかだから、もうなんかすごい自然感あふれる、うんうん、そう、鉄板じゃなくてね、あの、うんうん、焼くところがあって、うん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 、そこにもうステーキをそのジューってやって、すごい美味しいんですよ、炭の香りがね。まあ、あのお店の中行ったらめっちゃ炭まみれなんですけど、炭の香りがねめちゃめちゃつきまくるんですけど服にね、うん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 、それがすごい美味しかったですね。いいね、でもね、そういう素敵な思い出とってもいいね。ステーキだけにってこと？ステーキなだけに？ステーキな思い出？思い出ってこと？違うんだって、違うんだって、ね、別にそういう意味じゃないんだって。いいと思うので、全然わけに、素晴らしい。じゃいいと思う、ダジャレじゃないんだよ。いいと思う、いいよね、よねもいいんだね、なんか。いいよね、別に。じゃあ別に、いい思い出なんだって、拒否する必要はないんですよ、別に。いいと思う、うん、受け入れた方がいいと思う。うわぁ、恥ずかしいよ。いいと思う。悪いことないよね、別に、ね、うん、あ、素敵な素敵。うん、私はダジャレを言いました。ダジャレは、ダジャレは悪ではないです、ダジャレは。ダジャレは決して悪ではない。親父ギャグを言いました。親父ギャグ三が日から親父ギャグを飛ばしました。素笑いってわけと、笑ってかないとな。
そうですよ、ステーキで素敵な一年になりますようにってことですよ。ふぅーふぅーふぅーちゃーやめろ、エコーはかけるな。身を踏んでる。アメリカンドッグ突っ込むぞ。ここに置いてあるアメリカンドッグを。アメリカンドッグはでもテンション上がるからいいですよね。でもね、アメリカンドッグどこ刺しとけばいいんだこれも。あれ、ケーキに刺す。ケーキに刺すの。ケーキに刺しときます。マジで。じゃあ揚げ物エリア、肉エリア、ね、よいしょよいしょ。サイズ的にはこんなもん。でも私アメリカンドッグすごくテンション上がりますね。なんというか、あのホットスナックの中でコンビニとかの、うん、すごい安い方じゃないですか、めちゃめちゃ。うん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 、100円ぐらいじゃないですかね。うん、お手頃なのにお腹にたまって、うん、かつテンションが上がる、うん、なんかこれ以上に、はいはい、やっぱそのホットドッグ、アメリカンドッグね、アメリカンドッグがやっぱりなんだろう、効率的にもいいしテンションが上がるっていうことで、なんか素晴らしい、うん、食事だなって思ってます。うん、ちょっと強引に飛び出てもらったけど、これでいいかな。飛び出るくらいがやっぱりみんなも好きでしょ、アメリカンドッグ。アメリカンドッグってやっぱり最後のカリカリですよね、あれが美味しい。うん、ネコのとこのやつ。そうそうそう、ネコのとこのあれがないとね。でもあれがないとちょっとアメリカンドッグじゃないですね。うん、なるほどね。うん、パンピザパン、みやぞのパン、ピザパン、ピザトースト、こんなでかくなくていいんだけど、こんなでかくなくていいんだけど、うん、ピザパンめっちゃ好きやねん。普通にあの市販で売られてるやつですか、ピザパン。いや全然お家で作るやつとかでもよくて。はいはいはい。なんかピザパンめっちゃ好きやねん。ちっちゃいやつでいいから、あの、うんうん、おせちっていうか、もうお正月でも食べれたら嬉しいなーっていう気持ちのピザパンです、これは。まあでも100円ないか、100円ないか、ピザ、まあピザもそうだよね。ピザとかピザ系、チーズ系食べてもいいんじゃないかなとは思いますね、うん、おせちで ね。そう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 、うん、おせちに飽きたらピザもね。うん。もう大体あれだな、アマになってきたけど、はじめちゃんの方は、うん、あとホットドッグ。そう、これも、あ、これはウインナー枠ですね、やっぱ。これもウインナー枠。そう、ウインナー枠で、ウインナーシリーズの中に。そうです、そうです。カツカツカツ。カツ、うん、あ、カツカツ。ウインナーでカツカツ。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 アメリカすごいおせちにそぐわないなと思ったんで選びました。これをやつもでもでかい。でも私あれが好き。名前が思い出せないな。ね、あれが好きです。私あの、いやみんなも絶対わかるって。うん。私も今思い出すからね。ニュ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 、今でしょ、配置を配置を悩んでいます。配置を悩んでる間に私が調べます。よいしょ、あのパンの名前は、こんな感じかな。丸ごとソーセージ、山崎パンの。あー、なんかでしょ、もうみんな絶対学生時代一度お世話になっている。そう、あ、むしろそれの名前をつけてもいいかもしれない。名前使わせたけど、丸ごとソーセージって書いてくれると助かりますね。あの、今書かなくていいけど、あの皆さんの脳内ここに丸ごとソーセージって。なるほど。うん、やっぱ最強ですよね、丸ごとソーセージは。丸ごとソーセージになんか多分お世話になってない人いないと思うんだよな。いないと思うんですよね。よく食べるわって言って。やっぱりね、いや、おせちにも入ってほしい。丸ごとソーセージ。いつもみんな食ってんの。でも逆に。うちのリスナーみんな食ってんの。いつでも食べれるっちゃ、いつでも食べれるから。
いやでも正月に食べなくてもっていう人もいるかもしれない。まあね、でもテンション上がるか、でもみんなテンション上がるからいつも食ってんでしょ。だからやっぱりテンション上げといた方がいいよ、やっぱり。丸ごとソーセージでちょっとチンするとめちゃくちゃうまい。そうね、特別感ないじゃん。いやいや特別感を求めてないから、おせちに別に。今は食べないものを食べれるようなおせちを作ろうというコンセプトだから今ね。そもそものおせちにも別に特別感必要ないから。そうそう。じゃエビとかも入ってるでしょ、おせちには。そんな中、ショッパーの最後としてルタオのラザニアをぶち込もうとしている私がここに。ルタオは、私ルタオ知らないかもしれない。ちょっと知識不足ですね。ルタオはあの小樽にあるケーキ屋さんなんですけど、はいはいはい。デリがめっちゃ美味しいんですよ、実は。ケーキももちろん美味しいんですけど、ね、ケーキ以外が、はい、そうです、そうです。ドゥーブルフロマージュっていうチーズケーキがすごく有名なんだけど、うん、私はね、ここのデリをめちゃくちゃ推してるんですよ。なるほど。ローストビーフも美味しいし、あ、すごい、うん、あ、見たことあるか、あ、見たことあるってか食べたことあるか、このチーズケーキ。あ、これね、そう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 、ここのワンフワのやつ、うん、めっちゃ美味しい。泣いたことあったわ。うん、あ、てか、なんなら2年くらい前にお取り寄せをしようかっつって、結局お取り寄せしなかった気がする。はぁ、うんうん。した方がいい。ケーキはね、やっぱデュブルフロマージュって一番、スタンダードのやつが一番美味しい気がするんだけど、デリはね、どのデリをもめちゃくちゃうまいな。あ、そうなんだ、うん。ラザニア以外もなんなら美味しい。すごいよ。ジローストビーフも美味しいし、パスタも美味しい。ただし、ちょっと、お値段がセレブ。なるほどね。うん。でもまあ、美味しいものを食べるためなら、お値段なんてね。っていうと、という気持ちになった時に食べたら、とっても満足できる。なるほどね。うん、なるほど、なるほど。そう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 お互いあと 3品になりましたね。そうだね。この子は食べちゃっていいの？この子は食べるっていうかあれなんですよ。うん、そもそも、うん、オーディオインターフェースと合体してるので、うん、どっちかっていうとこいつはねロボットなんですね、どっちかっていうと。じゃあなんか上の方にいてもらった方がいい感じするね。でも紛れ込んでもらう、別にね、変わりないと思うんですね。紛れ込まして、なんか、入れさせていただいてもね。あとは、電化製品な、全部が動いた、びっくりした。全部が。電化製品なんで入れとくとね、あったかいので。あ、じゃあなんか、逆にセンターにいてもらった方がいい。センターで。温めてもらって。ホットにしていただいて、このあたりにしていただいて、ちょっと待って、ケーキあるよ、隣にケーキある、よくないな。ケーキがちょっと困るけど、体温調節できるの大丈夫。ケーキの方には冷気を。賢すぎ、すごい偉い、偉すぎる。ロボットですから。これもあれでしょ、ビッグドモチョチョちゃんもちゃんとあれでしょ。みんなは何て呼ぶんですか、皆さんはこれのこと何て呼ぶんですか。戦争だもんね。私はちなみに、もともと今川焼きっていう名前で、はい、うんうん。多分、一番最初に知ったかな。今川焼きの次が大判焼きで、はいはい、で、そんなもんかな。なんかやっぱ、ネットで論争になってから、ござそうろうとか、回転焼きとか、あとなんだっけ、結構たくさんそのお名前がおちょそうろうあることを知ったけど、うんうん、すごいちっちゃい。もちょそうろうって何？新たな作らない、新たな作るない。もちょそうろうって何？マスコットキャラさん的にはね、お写真いただいてこれ。そう、これこちらね、パクタソっていうフリー画像サイトのフリー画像なんだけど、そう、じゃあそのまま使おうわっつって、そのまま使わせていただいた。
私のマスコットキャラクターはそのまま使ってるのもありますよ。許可得てるやつからね。そうそう。この子の、そうそうそう、まぁ、あ、ちょっと今回はね、あの画像の、この方向性を揃えるために、そうそうそう、イラスト屋さんからお借りしてきましたけども。はい。ちなみに正式名称、本当の正式、ごめんなさい、無粋なこと言うけど、本当の正式名称は今川焼きだそうです。はい。もちょちょが。もちょちょ。もちょちょ。ごめんね、無粋、すごい無粋なこと言って申し訳ないんだけど、あの、知識として入れといてほしいんだけども、完全な正式名称は今川焼き。で、神田にある、あ、神田にあった今川橋という橋がございまして、今、その、もうないので、跡地みたいなものがあるんですけど、そこの、あの、近辺で初めて、この今川焼きが作られただろうという伝承が、まあ、名前の発端になっているっていうことでございますね。ございますね。はい。ちなみにそういうお話ですが、神田には、別に今川焼きの老舗のお店があったり、そういう、そういうことはないです。何もない。何もない。何もないが、伝説だけはある。うん、伝説だけはある。しいて言うなら、神田だるまっていうた、あの、たい焼き屋さんがありますね。しいて言うなら、秋葉にもありますね。はい。けど今川焼きはやってませんね。まあ、豆知識が深い。豆知識。はい。正式って何や、国が決めたんかって、ごめんごめん。落ち着いてて。ごめん、私が悪かったって。ごめんって。めっちゃ切れてる。ごめんごめん。それって国民の総意なんですか？ごめん、ね、北海道ではおやきなんですって。おやきっていいよね、シンプルでね。でもなんか、おやきって言われると、でもなんか私、しょっぱいやつを想像してしまうかも。ああ、あれね、長野県のね、うーん、うん、あの野沢菜のおやきめちゃめちゃ美味しいんだよね。ちなみにそうそう、そういうのそれを思い出しちゃう、そうだなと思った。確かにね。よいしょ、これは宮蔵、宮蔵がこれが、あのお餅がすごい大好きなんだけど、はいはいはい、あのちょっとあのお餅、きなこ餅なんですけど、うん、きなこ餅、ひま、あんまちょっとなんやこれみたいな。ちょっとなんかちょっとね、最初ずーっとあのなんだこれって思ってた、ずっと最初から、ね、最初からなんだこれってずっと思ってて、イラスト屋さんにしては非常になんかあの正体の知れない感じに なっていて、今聞いて、あ、きなこ餅なんだって思って、きなこ餅なんですこれ、実は醤油にかぶっちゃってごめん、ね、そう、きなこ、あのね、粉っぽい食べ物めちゃくちゃ好きで、私、はい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 、きなこもめちゃくちゃ好きなんですよ、うんうんうん、だからきなこ餅を選びました。餅の中でも、餅は餅でもきなこ餅、きなこ餅を選びました。きなこ、じゃあ、あれか、あの、なんだっけ、きなこを食べて黒蜜かけるやつ、なんとか、なんて、なんだっけ、アビカじゃない、なんだっけ、でも、ね、よくあるやつ、よくいろんなとこでコラボしてるやつ、黒蜜は別にいらないな、漢字三文字、信玄餅、そうそう、信玄餅、あ、信玄餅ね、うん、信玄餅もそうですね、すごい粉が散らばるやつね、そうそうそう、難しい、食べるの難しい。あと、うん、あれ、私チロルチョコのきなこ餅好きですね、うん、おいしい。いや、今年に、去年20周年で、いろんなとことコラボしてたんですよね、きなこ餅が生まれてから。知らんかった、うん、ついでに、ね、お餅、うん、お餅ついでにいちご大福も入れとこ。いちご大福、いちご大福はでもテンションが上がる、これはもう欲しいんじゃ、ね、お正月に欲しいんじゃ。確かにすごい正月っぽさもありますね、いちご大福は ねおめでたいよね。ちょっとフルーツ使ってる感じが、なんか洋も入ってて、なんかおしゃれですよね、和の和菓子なの、白黒と赤とね、うん、よいしょ、いちご大福は実質紅白餅、はい、なるほどね、紅白餅、そう、せや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 、今誰かいいこと言った、ありがとう。これでいいじゃんって話ですね。ありがとう。あとは
あともうあれですよ、もう超超大決戦ですよ。この2つ、この2つが頂上決戦ですよ。最後に残ったこの2つでどないするんやみたいな。これも最強と最強みたいなもんですよね。だいぶだいぶなんかこうなんだろう、はあ、方向性が違うけどいやでも残るべくして残ったところはなんとなくありますね。あれかな、あれはね、うん、はいはいはい。じゃああの、先行馬車道はげみさんどうぞプレゼンお願いします。先行馬車道はげみ、うまい棒何が好きですか皆さんね。私の中で一番のうまい棒持ってきたんです。私はやっぱりうまい棒といえばコーンポタですよね。いやもう諸説ありますけどでも一応一番何が好きかって言われたらコンポタって意見が多分多いと思いますね。で私もコンポタが好きです。なるほど、うん、でわしゃみちが去年配信させていただいた、うんうん、どのうまい棒が一番ご飯に合うか決定戦で、うん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 、まあコンポタがコンポタ含め4つのうまい棒が1位になったんだけど、やっぱりコンポタはね味がめちゃめちゃ濃いのでめちゃめちゃこれご飯に合うんですね。わかる。あとなんかとんかつ味みたいなのもあるよね。とんかつソース味ですね。はい、うん、そうあります、ね、あれも合いそう。めっちゃそうですね。濃い系のは大体合いますね。明太子とか、うん、美味しそう。普通に美味しそう。このさっきあの粉っぽい食べ物好きだって言ったじゃんはいはい、うまいもめっちゃ好きですよあ、確かにコンポタなんか特に粉っぽくないですコンポタ特に粉ですもんね好きですね。はい、あと私のリコージ入るとこなくなったぞ、どうするリコージリコージリコージきなこきなこきなこをどうにか詰めてリコージ入れさせてくれ。本当にないですね。しかもあれですからね、あのこれホールで欲しいんですよ本当は。あーホールの方がいいですもんね。ホールの方が全然いい。あれですか、ちょっと冷やした方が好きですか、出来たてがいいですか。出来たてがいい。でも出来たて全然食べれない。なぜならお家にいるから、うん、確かにお取り寄せすると冷えたのがね。ね、冷凍で来るからね。 私大阪から帰ってくるときに、うん、新幹線の中で食べましたね。おいしいよね。完全にテロだよね。陸自テロだよね。はいはい。なんか別にその、はいはい、そう、でもやっぱちょっと知識としてあの出来たての食べなきゃと思って新幹線でそこをバリバリって開けてでもあれ本当になんか溶けてく感じですね、出来たてはふわふわでね、うん、ねえ、うん、なんかジュワーって、うん、こんなこと言うとあのすごいデブだと思われそうなんだけど、うん、普通に丸ごと1個いけるぐらいうまい。確かに確かに、なんていうの、うん、手で持って丸をお口に入れて、うん、行って食べれるぐらいうまい。うん、そう。そのぐらいなんかやっぱレーズンとかもね味噌ですよね、陸王寺はね。下に入ってるレーズンとかも合わせて食べるとすごいし、まあふわふわっていうのがねこの陸王寺のチーズケーキの一番目玉なんですけど、本当に焼きたてはそうですね、いわゆるこう全部一気にいけそうなぐらいのなんかふわふわ感ですね。なんか溶けてくんですよね、口に入れた瞬間ジュワーって。そう、なくなっちゃうよね。そうだからまあそのままモニョモニョっていけそうな気はしますね、うん、冷やすとまたねちょっと重量感が増えて、うん、なんかしっとりとしてね、おいし、あの冷えた陸の陸王子もね美味しいです、ね、美味しい、うん、あの冷えた陸王子はあの生クリーム添えてまた食べたい、うんうん、いいですね。いいね、うん、入ったよなんとか結果かった結果入った、パンパンだなんとかよかったよかった、すごい、なんだこれ全然想像だにしていなかったものができたすごいすごいね、なんだこれすごい、うん、すごい、なんかね、うん、収めた、何人前だ、収めた、何人前だって言われると本当に、じゃあこのこのこの重箱は一体どんなデカさなんだって話になっちゃうけどよいしょ
はい、いいんじゃないですか、うん、できました。こんな感じでテンション高いものね。テンション上がるもので構成された素晴らしいおせちが、そうですね、このように爆誕しましたよ。爆誕しましたよ。これ実現するのかな。ちょっと高価なものは難しいかもしれないけど、うんね、いやでも受けそう、やろうと思えば、うん、ちょっと551とかがやばい、地域限定が結構難しそうだけど、あとは頑張ればいけ頑張ればいけそうですよね。無理なものは入ってないかな。でもあハモンセラーのぐらいかな言うて。確かに、うん、豚骨ラーメンが伸びちゃうとかそういうあれはあるかもしれない。早く食べないと伸びちゃう。はい、というわけでとりあえずできましたね、はい、できました。よかったよかった、素晴らしい。元旦からこれだけ食べられたらえらいこっちゃやで。テンション高くなりますよね。ねえ、まあ一部だけでもね、なんかこういう感じで作れたらいいよね。なんかね、この中で数日暮らせそうって、うん、確かに確かに確かに、総カロリー数とか気にしてはいけないのだ。本当だよ。そういうこと考えてたらね、食べれないから、うん、そう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 、やっぱりね、うんうん、美味しいもので取るカロリーは不可抗力だから。そうそうそう、そうだよ。うん、大丈夫大丈夫です。うん、いや、みやさんもご準備していただいてありがとうございました。こんなにね、こんなにたくさんの素材をペンドソフトに詰め込むのすごい大変だったと思うんでね。おかげでギリギリまで枠とサムネ作ってないの忘れてるさ。数決めておいたらよかったかもですね。枠ない、枠ない、サムネもないと思う。何個までとかにしとけばよかった。もうなんかもう食べたいものみんな送っちゃったから、こんな感じに。いやいやいや、でも、うん、こういうなんかノリでテンション高くいきたかった。うん、そう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 。そう、いや、まだ全然これからやればいいんじゃないかなと思います。でもこれ見て私もちょっと自分で作りたくもなったなって思いました、ね、うん、こういうの丸ごとソーセージとか入れたいなって、うん、そうそうそう、なんか常識にとらわれなくていいのかなって、うん、そうそうそう、うん、ちょっとやろうかなって思いました。うん、次回のおせちが楽しみになる配信でしたね。そう、そうですね、ぜひね。食材は自由だ、うん、うん、ぜひなんかね、皆さんもこうやって好きなものだけおせちみたいなやつをね、作ってみてもらえたらと、うん、作ってみてくださいね。うん、実写写真見てみたいだって。実写で、ね、難しいのもあるけどね、うん、お取り寄せをいろいろしてね、ちょっと実現可能なのだけでやるか。ジンギスカンがなかったのは意外でしたねって言われてて、ラムチョップすごい入れたかったんですけど、うん、なんか素材がなかったですか、いいやつ。ラムチョップ入れればよかったな。今から。いやでも私もだんだん、あ、これ入ればよかったみたいのは割とありますよ、うんうん、あ、ちょっとやっぱりね、やりながらね、後悔してくるところはあるよね。そうそうそう、あ、これよりこっちだったとかありますね。あった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 。重箱作るところから始めないとダメですねって。でっけえやつを。でかいやつをね。面白かった。うん、まあでも夢がいっぱい詰まってますね。ね。うーん。実写版制作配信待ってます。すいません。極力ね、極力できるように頑張りたいなと思います。はい。常識を取り払って、
好きなものを好きなだけ摂取していいっていうことでね。そうですね。みんなも、はい、うん、おせちに限らず好きなものを好きなだけ摂取して楽しい一年にしていきましょう。していきましょう。はい、我々も夢をいっぱい詰めて楽しい一年にね、していこうね。していきましょう。はい、お互いね、お互いね、はい、協力しつつ、はい、またぜひ遊んでくだされ。あ、そう、こちらこそ遊んでください。またあれね、あのちょっと今回はね、あわあわしちゃったとこもあるんで、なんか近いうちにというかね、あの極力近いうちにやかやりたいですよね。ハゲミちゃんがさ、ギリギリにさ、あれ、皆さん VTube スタジオのあのコラボのやつとかお持ちじゃないんですかって聞いてくれて、え、私発売されたその日に買ったんだけど誰かに迷惑かけたらいけないと思ってあの買っておいたんだけど、これまで一度も使う機会がなかったのっていうすごい悲しい告白をするのよね。そう使い方今度教えてって言って、そう、今日ね、行けたらあの使うかみたいな言ってたけど、ちょっと今日は時間がね、足りなくてね、時間なかったからね。そうそうそう、次回はじゃあちゃんとあのその機能を使ってコラボやりましょう、はい、そうだよね。そしたら二人とも動けるもんね。そうそうそう、動きたい、一緒に動きましょう、動きましょう。画質も変わらずに動けるんですね。素晴らしいですね。うん、教えてください先生。はいはい、よろしくお願い。そこまで別にそんなすごい簡単ですけれど、別にだいたい踊り知らないんだもん。すごい簡単なので大丈夫だと思う。だってさ、ちゃんとさ出た直後にさ、うん、正規の値段で買ってさ、ワクワクして待ってたのにさ、誰とも使えなくってさセールになったりとかしてさ、そう、まだ一度も使ってないのに。私はセールで買ったんですけど。って言っててさ、あ、そうなんですねって言っちゃったもん。これがね、あれですよ、容量のいい人と悪い人の違いですよ。いやいや、別に発売された時期をちょっと知らなかっただけで、私がさすがなんですよ。はあ、もう恥ずかしい。いやいやいや、うん、こういうのはセールで買おうかなって思っただけで。よかった、今日はありがとう、はい、いや今日はありがとうございました。あとでこのおせちの画像、綺麗なやつちゃんと送るね。あ、ありがとうございます。じゃあつぶやきましょう。はい、うん、何か告知とかありますか？告知は今ローソンプリントさんと第5弾コラボをしております。見た見た、かわいいね。ありがとうございます。すごくとても可愛らしいイラスト、うんうんうん、いろんなイラストレーターさんが描いていただいている第5弾コラボが全国のローソンさんのマルチコピー機で、うんうん、あのおみくじになってます、うんうん、あの運試しも兼ねてね、皆さんやぜひやっていただければなと。今日あのおせちの中に入っている、うん、あのマスコットキャラクターが憑依した衣装がいっぱいありますので、よろしくお願いします。あー、すごい、みんなローソンに急がなきゃ。ローソンにぜひね、お願いします。あ、いつまでやってるの？うん、でもね、ピックアップみたいなの、ローソンに画面がこう、うん、そのローソンプリントさんのマルチコピー機にあの今、うん、めちゃめちゃ上げ目のあのブロマイドがやってますっていうのが出るのは1ヶ月ぐらいです、2月ぐらい、うん、そうなんだ、うん、そうなんです。あの、めちゃくちゃ急がなくても大丈夫だけど、なるべく早めに行ってねって感じだ。そうそう、おみくじなんでね、早く運試ししといた方がいいと思うんでね。なるほどなるほど、うん、その他にも何か道に迷った時とかにね。あ、そう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 。なんかご飯が何食べたらいいのかなって時にもね、うん、あのあ、そうそうそう、そういう感じになってます。そういう感じになってます。あの、おせちみたいな本、この。そうそうそう、食べ物が書いてあるんでね。それで決めていただければなと思ってます。うんうんうん。もう。なるほどね。そう、エビが出たらエビ食べたら。そう、エビ衣装が出たらエビ食べたらいいし。なるほどなるほど。塩コショウ衣装が出たらスパイスが効いたもの食べればいいし。はい。そんな感じでおみくじしていただければなと思います。便利。便利です。お願いします。面白い。はい、というわけで今日は
励みちゃんと楽しくコラボしていただきましたが、いかがだったでしょうか、はい、皆様私はめちゃくちゃ楽しかったです。いや、めちゃめちゃ楽しかったです。こうすごいね、皆さんとコラボするとすごい優しい気持ちになるのでね。そう、はげみちゃん、なかなかないんですよ、知識を教えてくれるからさ。いやいや、ちょっとずつ賢くなれて最高。いやいや、ありがとう。まあ、確かに確かに、ありがとうございます。あ、楽しかったよって、お腹が空きましたってね、食べていただいて、今からでも。そうだね、本当にね、うん、面白かった。はいはい、みやさんは告知ないんですか。みやさんは告知はですね、明日から始まるケンタッキー食べてみようかなって思ってるけど、うん、お腹の調子にもよるから、ちょっと明日またなんか考えようかなって思ってます。明日なんか始まるんですか。そう、すごいの出んのよ。そうなんだ。すごいのよ。ちょっと手元のおスマホで調べていただけるとわかると思うんですけれども、お重じゃないか、ね、見た目がねすごいからね。辛味噌ニンニクチキンがなんか年末にやってたのは知ってるんですけど、そう、またね、どれ、エビプリプリフライしか出てこない、どれ、エビプリ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 、エビプリプリケンタオジューみたいな、すげえな。ケンタッキー、あれなんかあります、辛味噌ニンニクチキン、ケンタのバーガーを、アナドルのシリーズか、これどっちのチーズに溺れる、違うか、これじゃないか、ん、これか、どっちのチーズに溺れるやつ、チーズの溺れるやつ、チーズに溺れるフィレバーガー、あー美味しそうですね。チェダーとラクレット、ラクレット、ラクレット好きなんだよね。あのね、ケンタのバーガーをちょっと舐めてた時期があったんですけど、うん、言うてその普通の方のオリジナルチキンには負けるでしょと思ってたんだけど、はい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 、全然美味しいんだよね、チキンのバーガーって。そうなんですよ。そう。フィレチキンめちゃめちゃ美味しいんだよね。そう、私しかもね、チキンフィレバーガーがめちゃくちゃ好きでね。うんうんうん。チキンフィレバーガーばっかり食べてたの。はいはいはい。で、友達に、フィレじゃない方はフーチキンカツ、はいはいはい。ああ、はいはい。美味しいんだよって言われて、でも、うん、フィレバーガー好きだしなって思ってたんだけど、まあでもせっかく勧めてもらったからなって思って、うん、和風チキンカツバーガー食べてしまったんですよ。はい、そしたらもうびっくりですよ。やべえの、こっちはこっちでものすごい濃厚な味でこうガツンときてめちゃくちゃうまかった。そう、私も月見の時にね、めちゃめちゃその、はい、食べたんですよね。フィレとチキンカツどっちも美味しいんですよね。でもそう、本当にそう思いました。たまらん、うん、ぜひ皆さんもね。そうケンタッキーに、ケンタッキー、今日はケンタッキーにする。そんな感じでございますね。そんな感じで、私の方はあのウーバーがイーツしてくれるかどうかがわからないので。なるほど。新商品とかやらない時もあるらしいですね。そう。なので、運んでくれるかどうかわからないので、うん、運んでくれない場合、自分で行かなきゃいけないでしょう。そうすると、そうですね。ね、まあ、いろいろあるんで。いろいろあるんで。もしかしたら、はい、もしかしたら、ウーバーが届けてくれたら、あの、はい、食べる配信があるかな。そうですね。ちょっと思ってます。そうなんです。はい。ありがとうございます。ざます。あと毎日ブログマをやっています。最近はファンクラブ的なものを始めたので、うん、すごい、毎日のようにブログマをやっています。えらい。毎日やるなんてすごい、ね、私インスタやるだけでもヒーヒー言ってんの。書きたくなっちゃうんだよね。逆にね、なんかあの通知がみんなのとこにいてうるさいだろうなと思って、なるべく1日1回しか書かないようにしようって思って。でも嬉しい、うん、あの普通にファンの方だったらね、嬉しくてその、はい、見ちゃうたりするかもしれないですね。うん、だといいんですけどね、まあ、クリエイティアさんっていうところからところで、はい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 、ファンクラブみたいなのを始めたので、よかったら気になったら見かけてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。はい、ではでは、ね、今年もどうぞ。今年もね、二人とも、はい、あのどうかよろしくお願いします。よろしくお願いしますね。というところで、ね、いいですかね、うん、一旦コラボとしては以上というところで、はい、以上というところで、はい、またぜひ遊んでね、はい、ぜひ遊んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ一旦ディスコード切りますね。はい、で、そう、あの、それぞれのチャンネルで挨拶をして閉めてまたということで、はい、はい、では、はぎみちゃんありがとう。はぎみちゃんのリスナーさんの皆さんもどうもありがとうございました。はい、ありがとう。あ、ごめんなさい、高評価ボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。大事、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 大事。それでは、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 それではまた、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はいはい、はい。あ、ディスコードの、ちょっと待って、ディスコードの画面が出ない。ちょっと待って、待って、待って。ディスコードの画面。あった。あ、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 ミュートのボタン、ミュートのボタン。いや、ダメじゃないけど、ダメダメ。スーパーポンコツマン。今、ミヤさんのめちゃめちゃ、あの、ピンク色のやつが出てる。よいしょ。ミヤさんのディスコのアイコンはこれを使ってるんだってのがバレてしまいました、ね、私をミュートして、ちょっとミュートして、あ、そう、すみちゃんがミュートしてくれたから、もうあげみちゃんの音声は配信には乗らないということですね。あー、お久しぶりすぎて、久しぶりすぎてさ、もう本当にあれですよ、私は、おた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 してしまいました。名前ずっと出てなかったし、順番間違っていて、レイヤーの。いや、みんなでもほんと今日もね、のんびり見に来てくれてどうもありがとう。楽しかったよ。コラボ、なんかね、久しぶりで、ポリエちゃんとお前、やってもらったと、けど、よいしょ。なかなかね、ミヤ動画ね、耳をちょっと悪くしてるから、他人数のね、コラボがなかなかちょっと難しいんだけど、こうやって、お一人との方とかだったら、ちょっと長くおしゃべりできるようになったので、嬉しいなと思っています。あー、おせち美味しかったよ、お肉のおせち。お肉ばっかりだったから、他にお野菜とかは自分で用意しましたし、お雑煮にちゃんと、お野菜も入れました。やっぱおしゃべりするね。相手がいると楽しいね。いつもみんなとおしゃべりしてるのも楽しいけど、なんか女の子とキャキャウフフできるのは非常に楽しいなと思っています。今日はね、ちょっとなんかさっき一生懸命はげみちゃんが準備をしている時に、私そういえば今みかんを頭の上に乗せているんですよ、お正月なんでっておっしゃっていたんで、じゃあ私もなかくんでもくっつけとこうかなと思って急遽もなかくんを呼び出して、もなかくんくっつけたまま配信をさせていただきました。本人はね、よいしょ、本人は丸くなって寝てます。ご飯食べて満足して寝にしてましょう。かわいいですね。はい、皆さんの中でクリエイティアに入ってくれた方っていらっしゃいますか？ちょっと聞いてみたいだけなんですけど、なんかどうなんだろうなーと思って、まだね、まず3日でしょ、5日に一番最初の次のボイス、私はどうでもいいボイスって呼んでるんですけど、アラートとかに使えるような、なんかしょうもないやつをめちゃくちゃいっぱい撮ってきたんで、それをこうね、小出しにしていこうと思っているんですけど、入ってます、入ってます、ありがとう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 。はい、
ブログとか書いてるけど、なんかどうなんやろ、みんなちょっとは楽しんでくれとるんやろうかというちょっと不安な気持ちがあったので、どうかなと思って聞いてみました。とりあえずフォローだけしときました。ありがとう。気が向いたらよかったら入ってみてね。はあ、なんかね、明日ドワンゴさんから宮蔵とねんねつの、販売が始まるので、明日特報で使った動画とか、あとねんねつの裏話的なブログを書こうと思っています。などなど、まだまだ更新をいろいろしていきますので、よかったらこれからも楽しんでもらえると嬉しいなって思います。いっぱい食べ物見てたからお腹が空いてきちゃったな。はあ、結構でもね、こう個人個人によって偏りがあるかなと思ったけど、割とまとまった感じのねおせちになりましたね。もうちょっとなんか奇抜な感じになるかなと思ったけど、そんなこともなく、私も大体食べられそうな食材でできていて嬉しかったです。そんな感じでね、今日もちょっと遅れちゃったんで、なんか迷惑かけてしまって申し訳なかったんですけど、見に来てくださってとっても嬉しかったです。またぜひ次の配信でお会いいたしましょう。ちなみにこの動画はイラスト屋さんの素材をしこたま使わせていただいておりますので、収益化を切っておりますし、スーパーチャットも入らないようにさせていただいております。イラスト屋さん、たくさんの素敵な素材を使わせていただきまして、誠にありがとうございましたといった感じでお礼をしつつ、いやあ、夢のおせちって楽しいね。本当におせちじゃなくてもいいんだけどさ、夢のお弁当箱に好きなものだけ詰めるっていうのなんか楽しいよね。またそういうようななんか食べ物系の企画もね、やってみたいなって思ってます。ではでは、また次の配信でお会いいたしましょう。情報最速は TwitterX になりますので、よかったらそちらの方をフォローしてお待ちください。今日も夜遅くまで付き合ってくれてありがとう。おやすみなさーい。またねー。ではでは。